はい、では今日は、言語処理に欠かせない、パーセプトロンとニューラルネットについての知識を、共有していきたいと思います。まずはじめにパーセプトロンって何ぞやっていう話なんですけども、まずパーセプトロンっていうのは、複数の入力を一つの出力にするものと考えていただけるとありがたいです。で、簡単に言いますと、この重みと入力の値をかけたものを足し合わせて、それがとある式1以上かどうかで0か1の2に分けるものをパーセプトロンというイメージでやってください。で、それをちょっと工学系であれば多分分かると思うんですけども、2個2つ入ってきて1個出てくるっていう形、論理回路とかであるこういうANDゲートやOR ゲートのようなものをすぐ思い浮かべれると思うんですね。これを論理回路みたいに考えれるなら、パーセプトロンでその論理ゲートを表現できるんじゃないかってことで、やってみるとこんな感じになるんです。入力00011110だった時に、出力も分かってるじゃないですか、AND ゲートや OR ゲート。これをパーセプトロンでやると、ここの重みっていうのは自分たちでも決めてあげることで、重みと式位置ですねを決めてあげることで、このように AND ゲートと OR ゲートって表現することができます。これで、Python とかでも同じようにその式を当てはめてやってあげることで、同じような AND ゲートと OR ゲートを、パーセプトロンとして実装することができます。で、結局どういうことをやってるのかっていうのを図式化して説明するんですけども、パーセプトロン結局、この式をさらに変形してあげて、バイアスとかにしてあげて取ってあげると、こんな線分を引いてあげて、分けてあげてる。例えばこれがこっちだったら全部1だったら出力を1にする、こっちだったら0にするみたいな形で分けてあげてるっていう形が、そのパーセプトロンなんですね。ただ、そのパーセプトロン1個だと、これって例えば XOR とかってこことここ取りたかったりするじゃないですか。そういうのって表現できないんですね。じゃあそれどうやってやってあげればいいのっていうことを、今回説明させていただきたいと思います。で、XOR ってまず何だったっけっていうのを思い出したいんですけども、これ XOR っていうのは、このテーブルで表す通りに、01と10の時だけ1を出力して、11と00同じ値だったら0を出力するっていう形なんですけども、論理回路やってる人なら多分分かると思うんですけども、これって AND ゲート、NAND ゲート、OR ゲートで表現することできるじゃないですか。それと同じで、じゃあもうパーセプトロンのたくさんの組み合わせで同じように XOR ゲート表現できるんじゃないかなということで、多重パーセプトロンという考え方を使います。で、先ほどと同じように、この式みたいにパーセプトロンを作ってあげて、1個目の出力を S1、 2個目の出力 S2 みたいな形でやってあげて、それをさらにもう1回新しく計算してあげてパーセプトロンとして出してあげることで、10層、1層、2層という形で、こうやって XOR を2層のパーセプトロンで表現することができます。こんな感じで式、これもそのまま式なので、この X と Y をうまく使ってあげて、そこに数を入れてあげて、式1も入れてあげてってやってあげてるんですけども、それで結局同じような表現をすることができます。じゃあこうやって、その多重化させてあげれば、直線的じゃなくて、非線形な形でも表現することができるっていうことがちょっと分かりました。じゃあ、ニューラルネットへ実装することができます。なぜニューラルネットに実装するかって言いますと、パーセプトロン、今回はAND ゲートとかOR ゲートだったんで、そのテーブルを見てあげて式1っていうのを、自分たちの直感とか普通に計算してあげることで出すことができるんですけども、これって自動的に計算できないのっていう話になるんですね。でも、そのパーセプトロンをそのまま使ってしまうと、やってあげないといけないんですけども、ニューラルネットっていう考え方を使うと、その重みをデータから学習することができる、そういう性質を持ってます。じゃあニューラルネットって何なのっていうんですけども、ほぼ同じですね。先ほどと同じようにこのパーセプトロンっていうか、そのノードのつながりがたくさん
あるっていう形で、これも入力層、中間層、出力層、まあ中間層がたくさんあるって形なんですけども、っていう形で、まあ、分けられたネットワークでして、これは大体なんですけども、入力層と中間層で、まあ、よく数えることがあります。なので例えば、まあ、中間層 5個あったら6層のネットワークに、その中間層に入力層を足して6層、まあ書籍によってはこれ出力層も合わせて7層とかにしてるところもあるんで、まあそこはちゃんと気をつけてやってあげてあげればいいと思います。でまあその動作的な考え方としては、そのパーセプトロンのつながりと何ら変わりないってことは、まあ、パーセプトロンの形をこううまくせ変形してあげて、関数にして y を出力するっていう形にしてあげることで、まあそのまあ式簡単にこの関数をうまく扱ってあげると、まあいろいろ出力を変えれるわけなんですよ。例えば 今だととある式1、まあ、入力に対して、それが それが0だ、まあ、バイアスをうまく使ってバイアスっていうところがその式1を、式1さっきシータで取ったんですけども、シータイコールマイナス b みたいな形で取ってあげて、まあ、式変形したんですね。でそれをうまく扱ってあげると、 x が0以下だったら01以上、まあ0以上だったら1みたいな形でやってるんですけども、まあこの h っていうのが、まあそう式1、0か1の2値じゃないですか。まあこれ、まあその活性化関数、ステップ関数って言いまして、その式1を境に出力が1と0で切り替わる関数なんですね。でこれをまあまあパーセプトロンは、まあ結局のところ、まあ、ステップ関数を使っステップ関数を活性化関数として取った、まあ、ニューラルネットの一種として考えることができます。じゃあもし何かステップ関数以外の関数を使用したらどうなるのかということについて今回考えてみましょう。でまあシグモイド関数というものがあります。でこれはまあそのまあ、ニューラルネットなんですけども、パーセプトロンと違って活性化関数にこういうシグモイド関数という関数を使ってます。で、まあ、なぜこういうのを使うっていうのは、まあ、ちょっと今回は説明しないんですけども、とりあえずこれは値を1と0の2値ではなくて、1から0の値、まあ、0. なんちゃらかんちゃらっていう感じで値を取ってるんですね。でこうすることで、まあ、その何でしょう、入力がもし小さかった場合は出力が0に近い値、まあ 0.0001 とかそんな感じなんですけども、逆にまあその入力が大きいと1に近い値 0.99 とかこんな感じの出力に近づくといった性質を持ちます。でまあこれらの関数はやっぱりそのステップ関数はその段階を持った直線で、シグモイド関数は曲線で、どっちもまあ非線形な形で分類することができます。で、まあ今回はちょっと活性化関数の説明っていうか、いろいろ種類を挙げて説明していきたいな、今後説明していきたいなと思うのでいろいろ挙げるんですけど、最近のニューラルネットでは、まあ、シグモイド関数の他に、まあ、レールですかね、関数っていうのをよく使ってます。でこれは、まあ、さっきは1から0の値、あ、まあ、0から1ですねの値に変換してたんですけど、まあ、わざわざ1にしなくてもできるんじゃないかってことで、0からもう入力 x までの値として取ってます、値を。まあ まあ、これによって、まあ、表現がもうちょっと増えるのかなと自分は考えてます。でまあ今回はとりあえず活性化関数について説明したので、まあ、まとめとして、まあ、パーセプトロンは複数の入力を0と1の2値で返すことができます。でまず、ニューラルネットっていうのはそのパーセプトロンと違って重みが自動的に作られます。で、その出力を、まあ、式値よりも高いかどうかで見るこのパーセプトロンっていうのは、まあ、その活性化関数はニューラルネットとして見ると活性化関数はステップ関数ですよ。で、入力が0に小さいときに、入力が小さいときに0に近い値、入力が大きいときに1に近い値を返す関数、活性化関数っていうのが、まあ、シグモイド関数としてありますよ。で、他にもレール関数っていうものがあるよっていうことは今回は説明させていただきました。以上で終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。